中病にも取っとくわ。ここのなんだっけ、ピータン豆腐がめっちゃ美味しくて、シャオツァイもめっちゃ美味しいです。口から舌だけ、口というか目から舌だけ。ここのジャージャー麺がめっちゃうまいです。あの台北駅のジャージャー麺より美味しい。台北駅にも一個有名なお店があって、そこより美味しい。じゃあ来たいと思います。これは辛くないからね、食べやすい。個人的にはこういうのが瓶で置いてあるのが好き。なんか缶買うのなんかさ、なんかあれだけど瓶なら欲しいな。おしゃれですね。インスタ映え。うまっ。キャベツも甘くて美味しい。めっちゃ甘みがあって。いますか。すごい。美味しかったです。初美味しいですか。無理やりさせてる。マジでこれがうまい。お疲れです。いいのかな、先に乾杯しちゃって。ああ、じゃあ飲みますか。お疲れです。でしょ。でしょ。飲み方がもう抹茶飲んでるみたい。ハワハワマ。美味しいでしょ。いやこれは。なんで今まで知らなかったですよ。しかも正直安いよ。たった100元だよ。これビッねえ、でっかい金ねえルーチャオで飲んでもこれ一緒じゃん。こっちの方がいいでしょ。よし。今後誘える。ちょっと101飲まないみたいな。マジうまい。あ、どうぞ置いてください。なんかあのね、苦味はあるけど、そうそうそう、経験だね。